稲を置きに西成工事です。寒いなあ、風邪ひいた。お前愛知帰ってきたらな、腹がお前この部屋使えって言うてる部屋、まに寒いぞ。今日は思いっきり寒いわ。ガラにな、風こそりこれ飲め言うてあいつら無にしてお前に回れんのにもたっかいたっかい風こそりで、俺どめね、俺こんなんまでこうできてこれでな。ああ、早けどな、あしも一日横になっとったけど、あれやな、 YouTube かあれ見とったけど、さすが広島の久保さんやな、ええこと言うたらずっとなし、かがらにタブレット言うんか、あれちょっとスマートフォンでっかいのみたいなやつな、あれ借りてずっと速稼塾の高塾所班の動画ばっかり見とんねんけどな。いや、ええこと言うたら、なんでな、みんなスマートフォンな、こんだけ普及しててやな、スマートフォン一つで川原も一生懸命やっとおる。みんなもやったらええねん、スマートフォンじゃな。スマートフォン一つでできんねん、なんも難しいことなんかあれん。簡単や。な、YouTube を開いてやな、アプリ開いてや。な、下の方にプラス書いてあるやろ。そこ押してお前。カメラマーク押して、あとタイトルつけて、アップロード押したら終わり。な。ほんで、鑑定メール、もう期間でこれな、一個も、期間けど、あしらできるっちゅうたら、鑑定メールと、こうやってな、YouTube で、叫ぶしかあれん。たまごはん、目ん玉見えてましたろ、これ。なあ、すんまへんな。もっといける、こういうのにしちゃよかってんけどな、これ。別に、これ以上黒かったら、ねえ。なあ、目不自由な方と一緒になっては、これ以上、濃い色してもたら。あろう。何がなんか訳分からへん話になってるけど、みんな、YouTube でな、数打ったたら、給付金って言うてな、タイトルにな、給付金ってつけたらな、誰か政治家が見てくれる。わしはそう思うとる。こんな柄の悪いの、見られへんかもわからん。だけど、100% 見てくれへんとは限らへんやろ。鑑定メールも一つの手や。なあ。だけど YouTube、みんなやろうや。YouTube やっていこうや。おもろいで。チャンネル、せっかくチャンネル持ってある人もいてはるがな。川原のチャンネル登録してくれてある人にもいてはるや。どんどん動画上げていこうや。なあ、給付金出せ、言うて。わし、そう思うね。あいつにな、久保塾長の真似してるわけやないで、わしは、川原みたいに。ええけど、そういう方法があるっていうヒントを教えてくれてはるやろ。どんどん YouTube っていうのを、もっともっと、なあ、外国人に負けとったらあかんねや。日本人もどん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 やって、こう世界に発信していかな。この動画もな、字幕付きで見てくれてある人もいてあんねや。これうまいことわしの関西弁が通訳できてるかどうかわからん。わし英語喋らへんし、フランス語も喋らへん。日本語しか喋れへん。
英語言うたってサンキューぐらいしか言わへんよ。オッケーとかな。ガールちょっとは喋りよるけど。あんねん、知れてるわ、いつもな。長いこと喋っておれへんから。ああ、ごないしてな。花屋龍馬はんは、身振り手振りで、早口で伝えろって言うけどな。ちょっと足と師匠が合わんな、早口は。お年行ってきて、その辺早口にも喋られんやろ。みんな、鑑定、メール、俺と、YouTube、どんどん、みんなやっていこうや。顔出すの恥ずかしかったら、あんなもん。こないして、置いとったらええがな、カメラの前に。ねえ、喋っとったらええが。あら？違うか？なんや、どうは、数打ち当たるってな、何でもかんでも動画ってアップしたらええっていうもんじゃない。この動画見てくれてある人がこういうことを希望してるかどうかっていうのもわからん、わしには。これは勉強していかなあかん。これぞな、一つこれ言うてええかどうか分かれへんねんけどな。まあそのうち、隠居 TV 公開の方で言わはると思うけどな。YouTube に関して。河原はな、熟成やから。な、熟成の特権である程度早めに情報を掴んでるけど。YouTube やんなはれ。で、わからんことあったら、隠居を鉄郎で、YouTube 検索したらなんぼでも動画出ておる。動画の下にアドレスある。どないして YouTube 始めるんですかって聞いたら丁寧に教えてくれはる。な。YouTube が恥ずかしかったらな、カメラの動画でな、送んねん。わしも、ちゃう、川原も教えてもらえよった。コピーペーストと言ってな。動画撮るやろ。共有ボタン押すんや。ほんで、事務長はんでもええやんか。例えばな。あの人は、Gmail 常に、説明欄のとこに貼り付けてあるさがい。どないやって YouTube 始めまんねん言うてやな。動画撮ってやな。そこ、共有ボタン押したらやな。どこに送りますかって出てくるからやな。Gmail 選んでやな。ほんで、事務所案のアドレス、セルシオ @gmail.com、そこへよ、どないやってやりまんねん言うて。聞きゃええねや、わからんかったら。みんな、YouTube やろ。おもろい。わしら底辺 YouTuber や。な、みんな初めは赤ちゃんや。こんな顔してまだわ、あしらも赤ちゃんや。保育園にも上がってへん。河原のチャンネル登録者の皆さんには悪いけど、まだ58人や。なあ、ご飯見てみ、ホームレスから立ち上がってやな。パソコンのスキルもわからんのにやな。億万長者や。YouTube で成り上がってあんねや。夢があるがな、YouTube。やっていこうや。なあ、やってたら、そのうち、タイトルにな、給付金出せ、国会議員とかってタイトルつけたらええねん。だ誰かが見てくれる。わしはそう思うで。わからんことは、広島の久保藩に聞きや。丁寧に教えてくれはる、あの人は。
熟成にだけ優しいんとちゃう。みんなに優しい人やからな。頼りになんぞ、あの人は。わしはそう思う。そういうことで、また次の動画で会いまよ。大きに。YouTube やろや。みんな、約束やで。YouTube 動画上げてや、上げたってや。ほんでな、コメントに YouTube 上げましたって。わしんとこの、川原でもええわ。コメント欄に書いてくれたらな。応援するがな。微力ながら応援する。おもろい。川原もよーけー有名な YouTuber さんと知り合いになった、あいつも。有名だな。花屋龍馬はんとか、うさぎかはんとかな。チャンネル登録者ビッグな、ビッグネームの人と、やりとりしとるわ。そんなチャンスないで。普通に YouTube 見てるだけではおもろない。な、こないして動画アップして、YouTube 有効に都合でいこうや。ほな、なおなったら悪いでな。わしも風邪ひいて喉痛いし。次の動画でまた会おう。ほな、大きに。西成浩二ですわ。